こんにちは、スタルケルです。皆さん最近聴いてる曲などありますでしょうか？自分はね、もっぱらエイトさんの香水という曲をね、もうヘビーローテーションしております。何これ？聞いたことない方はね、ぜひ聴いてみてください。この歌詞でめちゃくちゃ印象に残るのが、君のドルチェ&ガッバーナのその香水のせいだよというこの歌詞なんですけど、ドルチェ&ガッバーナ、このね、ドルチェ&ガッバーナのロゴを見た時にね、あれ、これベイブレードにできるんじゃないかなと思いまして、ベイブレードってね、ここのね、隙間さえあれば作れるんですよ。で、このドルチェ&ガッバーナのこのロゴがね、隙間あるじゃないですか。闇に電流走る。それではまずはロックの部分を作っていきます。できたらあとはドルチェ&ガッバーナを乗せて完成です。で、3D プリンターで出力して色を塗ったら完成です。ということで、完成したベイがこちらになります。どうでしょうか？しっかりとこの DNZ のこのね、文字が入っているベイが完成しましたね。そして裏、これちょっとね、ロックかけちゃったんですけど、まあいけるでしょうということで。マジかよ。でこれにね、しっかりとパーツをカスタムできなければベイとしてね、回すことができないので、今からカスタムやっていきたいと思います。使うカスタムパーツはこちらです。まずはディスク、これ8ダッシュですね。なぜ8ダッシュなのかというと、まあ8なかったから8ダッシュなんですけど、この香水の歌を歌っている方が8さんだからですね。うまい！パチパチパチ！フレームはこのヒットを使っていきます。めちゃくちゃヒットしましたからね、香水という歌が。そしてこのドライバーはキープ使っていきます。この流行りがキープされればいいですねという願いを込めて、そしてこれを、はい、このようにカチカチという音がしないんですよ。このロックの音がしないという、そこが若干の不安を残しつつですが、はい、とりあえずこうベイをね、組むことができましたので、これで早速バトルやっていきたいと思います。ということで、このドルチェ&ガッバーナ10ヒットキープがね、シュートできるのかやっていきましょう。おいけた。よし。いや、このドルチェ&ガッバーナのこの形がね、めちゃくちゃ長方形なので、これで思いっきりぶん殴るっていうね、戦い方ができるんじゃないでしょうか。絶対強い、これは。それでは一番最初に戦うのはエンペラー・フォルネース、ホイール・デストロイですね。ランダムブーストボリューム21に収録されていたベイなんですけど、いや、余裕で勝てるでしょう、このベイなら。夜中にいきなりさ、では切っていきます。はい、いや、まさかね、バトル1回で終わるなんて、そうは問屋が下ろしませんので、バッキバキにね、修復してきましたよ。これで再戦していきましょう。このドランザーボルケーノと戦っていきたいと思います。こいつになら確実にね、勝てますよと。やっていきましょう。皆さん、ドルチェ&ガッバーナベイが壊れてしまいました。何かこれは文字になっているんじゃないか。最後にドルチェ&ガッバーナベイが私たちに何か伝えようとしています。これは何と書いているのか。無理。無理なんかい。